先ほどのレストランの料理、とても美味しかったです。さすがマスター、良い目利きというか天運というか。私もうこの時点で満足度が振り切れてしまいそうです。ああ、またそんな笑顔で私の名前を口にして。お気持ちは嬉しいですが、しばらくの辛抱を。ここはまだ街中ですのでね。おとぼけはほどほどに、いろいろな意味で。知りませんよ。さあお腹も膨れましたし、本命のビーチに参りましょう。せっかく水着に着替えたのに、湖にしか行けなかった。そう嘆いていた私に、じゃあ海に行こうと誘ってくださったのはあなた様。私とても嬉しくて、昨夜は眠れませんでした。これからもずっと眠れないかも。なんて冗談です。バレンタインでバカンスなので、はしゃいでますね。私季節外れではありますが、ここは何一つ不自由のない陥落の園。噂に聞いた常しえ常夏祭壇、確かルルハワでしたか。あんな横島なものには断然負けません。こっそり侵入してリサーチは済ませてありますので。はい、もちろんです。どうぞ悔いのない休日を。マスター誰もいないビーチで泳いで、日差しを楽しんで、波の音を聞きながらおしゃべりをして、とても楽しい休日でしたわ。マスター、私童心に帰って遊んでしまいました。ああでもお酒を頼めなかったのが唯一の心残りでしょうか。夜通しグラスを傾けるのはもう少し大人になってからということで。と、それはそれとしてですね。最後になってしまいましたが、こちらを受け取っていただけますか。バレンタインのチョコレートなのですけど。喜んでもらえて何よりです。この夏の記念に私の花飾りを申してみましたの。他のサーバントの皆様に比べたら地味なチョコレートになりますが、ああでもまだ足りない、まだ満たされない、あなた様がまだ欲しいというのでしたら、この先があるのかも知れませんよ。そうですか、それは結構。私振られてしまいました。バレンタインは一日だけですもの。そう何日も繰り返すものではありません。ではカルデアに戻りましょう。マスター、あなた様にそこの安寧は不要なもの。どうか皆さんと手を取り合って大きな世界を取り戻してくださいましね。望まれましたわね。では少しだけ目を閉じて、次の私
さらなる深みにご案内いたしましょう。楽しい出来事が一瞬で終わる。なんて、残酷な話ですもの。続けられるのならどこまでも。それが、皆様の正直な願いなのですから。私好みの醜い魔女豚マスター発見ではなく、そこのメス犬、止まりなさい。膝をついて、手を上げて。抵抗は許しません。少しでも動けば、その太ももに警棒ぶち込んで差し上げますわ。シャラップ!あなたには釈明する機会も、弁明する権利もありません。この町では、マスターであること自体が罪だと、義務教育で習ったはずですよね。その上で、表通りを悠々散歩だなんて、ゴミクズの自覚はあるのかしら。あなた、この後、どうなるか分かっていらっしゃる?ちっぽけなゴミはゴミ箱に、哀れな豚は豚箱に。はい、そういうわけで逮捕します。ゲームオーバー。よろしくて。手錠型のチョコレート、気に入っていただけたでしょうか。では、続きは独房で、たっぷりと。この霊気は、主従関係にとらわれない、冷酷な支配者の姿。容赦なく、徹底的に、そのたるんだ精神を調教して差し上げます。ええ、1年でも、10年でも、あなた様が望まれるまま、いつまでも、ね。不思議には思われませんか。真の吐いた泡がなぜ地上で蜃気楼と呼ばれるのか。貝の中身を映した泡なら、地上に現れるのは貝柱だけのはず。なのに、オアシスや都が現れるということは、文字通り真の中身は町なのです。俗世の皆様が思い描く理想の世界、何一つ不自由のない桃源郷。どこまでも都合のいい、どこまで行こうと果てのない広大な都市。それが蜃気楼の中、異界を内包するハマグリ御殿。と言っても、私にとっては狭苦しいベッドに過ぎないのですけどね。今度はこのような思考はどうでしょう。もう食べ飽きたかもしれませんが、浜辺も良いものですが、このようなプールも良いものですね。まあ、流れが強すぎるところは私の好みではありませんが、幸い今の私はこの通り人魚の私ですので、あなた様がどれほど溺れ流されようと、あっさりすくい上げてみせますわ、マスター。どうかなされました。気分が優れないというお顔ですが、もしや先ほどの貝チョコがお口に合わなかったとか。やっぱりチョコレートにクラムは混ぜるな危険だったのかしら。
またまです。たまたまリリー自分の方が料理上手とかありえません。と、そうではなく、マスター、お腹の調子が悪いのでしたらホテルに戻りませんか。ここはカジノもある高級リゾートですもの。ホテルであっても娯楽にはこと欠かないかと。はい。ではそのように、どうぞお帰りなさいませ。マスター、私はお止めいたしません。もっとも、逃げられるのならですけどね。何をおっしゃいますやら、広い世界などとてもとても、所詮そこは私の枕元、吹けば飛ぶような小さな楼閣でございます。幻に逃げ込んだ以上、出口はなく、私も残念です。砂糖の甘みにとろけきって、こんな底まで落ちるなんて、もう私のマスターには見えませんわ。ちょこまかと走り回って、群れから外れたアリのよう。いっそのこと、チョコにまぶして食べてしまおうかしら。もちろん冗談でございます。ここは桃源郷、真の吐く夢の中。空虚な幻でいいのなら、あなた様が死ぬまで、いえ、死ぬこともできず続く永遠の安寧、幻とともに私の吐息で書き消えるか、救いを求めて私の指にすがりつくか、どちらにせよ現実に戻る術はありません。観念なさいませマスター。落ちたる先は気楽天、獲物を捕らえる女の地獄。竜宮城になんて行かなければよかったのにね。